私は高校の時からもう科学に対して興味がありまして、自分は一応一回中国で大学に入ったんですが、その時に石油化学の専門ですが、はい、途中でちょっと退学しまして、 やはりちょっと環境に関する科学を勉強したいという気持ちで日本に留学しに来ました。日本語学校で在学しまして、その時に進路を考えている時に、日本語学校の先生に、東京理科大学はとてもいい大学ですよ、入りやすくて、でも卒業されるのはとても難しくて、つまり実力の大学で言われました。 そして自分も理科大についていろいろ調べまして、まあ、環境に関する研究がたくさんなさっていまして、ちょっと興味が持ちました。私は応用科学科に、はい、入学しまして、1年目と2年目は要は基礎科目を勉強しまして、3年目になると無機にするか有機化学にするかをやるんですが、その時に光触媒、まあ、という研究ちょっと興味がありまして、もう無機化学を3年目の時に選びまして、駆動研究室に最初に入って、いただいたテーマとして、新しい光触媒材料を開発するというテーマですね。私の研究は太陽光と光触媒と水から水素を取り出すという研究ですが、今のこのような現実として、水素の製造方法はやはり石油と天然ガスから作るんですが、作る過程に伴ってやっぱり CO2 ガス一番とても大量に排出してて、まあ、クリーンではないです。なので私のこの研究は一応地球に存在する水から、まあ、太陽光と光触媒を利用して水素を大量に取り出すという、まあ、技術を確立しようとしている研究をやっています。このものはまだ光触媒であるかどうかわからないものをまず自分で作り出して、あと、まあ、光照射して水素を取り出せるかどうかということを評価します。最初の半年はやはり物を合成、自分で合成しまして、まず合成がうまくいかなかったんですね。目的のものはなかなか得られないです。あと半年後にやっと合成ができまして、でも合成したものは光触媒として機能を示さないということが多いですね。その時にちょっと凹みまして、ある日になんか自分が作ったものはを評価しまして、水素がいっぱい出まして、本当にこれ本当ですかという喜びを感じました。放散インジウムというものは私が見出しまして、日本科学会誌に投稿しました。光触媒を用いた 水分解反応といった研究は日本の国内でも世界中でも、やっている研究室、そんなになかったんですね。あとやはり工藤先生はもう数十年ずっとこういう研究をやっていまして、世界中にもとても有名な先生です。自分は先生と一緒に他の大学とか、あと他の、海外の大学とか見学したことがありまして、やはり光触媒の研究の環境として駆動研は一番です、はい、とても感心しました、はい、なので本当に駆動研に入って、自分としてもちょっと誇りがあります、はい、博士2年生の時に自分の進路に対してちょっといろいろ悩みがありまして、やはり今、研究し続けた光触媒を続けて研究したいです。企業に行くと、やれるかどうかもう本当に道ですが、なのでやはり大学でこの研究を続けてやりたいです。その時にちょうど国のプロジェクトが走りまして、本当に東京大学をベースとしたああいう水素製造、光触媒の研究プロジェクトが立ち上げりました。その時にちょっと
まあ、工藤先生に勧められまして、まあ、そっちに決めました。やはり中国今も環境問題も結構まあ、深刻ですが、やはり日本で学んだこの非触媒の、まあ、知恵とか知識を、まあ、中国でちょっとまあ、中国の研究をちょっと実用したいですね、はい、そういう架け橋になったらいいですねと考えております。